ペール・オスベック・ペール・オスベックは、スウェーデンの牧師、博物学者である。リンネの使徒たちと呼ばれる、世界中で生物の採集を行った人々の一人で、ある。ベステル・イエートランド地方のエロンダ・ソコに生まれた。七百四十五年に、ウプサラ大学に入学し、カール・フォン・ディンネの学生となった。七百五十年から七百五十二年の間、船に乗り込む牧師となって、 中国、東、アジアを旅した。関東近くやジャワ島を訪れ、スウェーデンに戻る時には900種の新種植物を臨例に持ち帰った。1757年に中国への旅行記、東インド旅行の日記を出版し、これはドイツ語、英語に翻訳された。1760年にハルランド県のハッセロフに教区司祭に任命され、1773年に 主席司祭、1778年に、進学博士となった。1758年から、スウェーデン王立科学アカデミーの会員となり、クンリーガ・ベットンスキャップス、オビター・ヘツェムハレット・アイ・ユータボーグの設立会員である。のボタン家の俗名、姫のボタン族に、懸名された。オズベックは、植物の学名で命名者を示す場合に、ペール・オスベックを示すのに使われる。 Google Books ありがとうございます。